はい、2023年2月の19日フェブラリーステークス小倉大賞典と勝負レースということで、まあフェブラリーステークス結局、まあ、かなり難しい、状況です。まだですね、小倉大賞典の方があっさり決まっています。ということで、まあ、あるんですけども、さあ実は今日はですね、鷲津虎太君前走で、ちゃんと持ってきた馬2頭がですね、早速、再度出ています。どう裁くかスペシャルっていうことも踏まえてやっていきたいと思います。ということです。はい、まず東京ですけれども、東京に関して言えばもうこれですね、2位、5位、7位、9位のワイドで、勝負します。ちょっとですね、実は土曜日来てません。私また土曜日、ワイドのおかげで、マイナスになっておりますので、またここを挽回しないといけないんですが、まず東京のこちらワイドはこの4頭の6点で勝負します。で、単独に関しては9位が全然2日間来ていません。ちょっと様子見ながら買うのはありかなと。はい、続きまして阪神です。こちらに関して言ってもですね、1位2位の他に8位が目立っていますから、これ1位2位8位で買ってみますが、こちらはそれほど無理しないでください。で、1位2位で、決着する可能性は高いです。8位に関しては来ない可能性もありますから、例えば1位2位だけ2倍買いとかするっていうのはありかなとは思います。単幅は2位です。そして、はい、小倉に関して言えば、こちらもですね、やってしまっているので、ワイド、はい、3位4位5位9位、こちらもやや勝負します。ワイドがちょっと来てないバランスがちょっと大きいので、今日は東京はもうもちろん2倍買いします。で、小倉もちょっと2倍買いしようかなとちょっと思ってます。勝負するつもりでおります。5位がとにかく来ていません。はい、ですが単幅9位も怪しいですから、こちら単幅は9位も狙います。さて、G1 ですけれども、こちらフェブラリーステークスです。はい、私が買いたかった馬がことごとく、出なかったり、それから骨折してしまったりとかですね、賞金が、足りずに、残念ながらなんていうような状況で、私の中ではかなりレベルが下がってしまいました。はい、それで一応、はい、データこのようになっておりますということで、はい、まあですね、二重丸になるものがありません。逆に黒三角にしようかなという馬がいますと。で、もうこれは仕方のないことなんですが、コンピ2位がレモンポップなんですね。だから競馬のその予想する人たちは、実はドライスタウトの方を軸にしている人が多かったということですけれども、このコンピの数字的に言えば、2位の方がこれはかなり、期待があるということで、ってなると丸の状態ですけれども、繰り上がり的な丸、はい、これは坂井隆成君が乗るレモンポップ、こちらを二重丸とします。まあ土曜日の成績もまあちゃんとそつなく乗れているようです。たまにやっちゃう時もありますけども、まあうまく乗ってください。ちょっとプレッシャーが大きいかもしれませんけれども、まあここで G1 取ってですね、若い世代が台頭してくるっていうのをちょっと頑張っていただきたいと。私が競馬久しぶりに始めてからもう半年以上経ちますけれども、その時から坂井隆成君もかなりいい馬に乗ってレベルが上がっているような気がしております。 G1 勝ってちょうだいっていうのはあります。本当はレモンポップじゃないんですけどね、まあでもこの相手なら来ると思いますと、そういうことです。で、丸はドライスタウトです。はい、戸崎騎手、レモンポップを流星君に譲ってこっちに乗ってるぐらいですから、まあ大人の事情もあるとは思いますけれども、この馬に託している可能性が非常に高いということで、もう基本的に私はマッチメイク、もう1対1、これで行くんじゃないかと思っております。黒三角を湘南なでしこ、それから、バツで、TM サウスダンということで、まあ考えておりますけれども、まあ一騎打ちでしょうね。で、黒三角がもうなぜか三着種がもうして仕方がないので、選んだということですね、このなでしこちゃん。はい、ということです。はい、よろしいでしょうか。はい、単勝200円、副賞500円、で、まあ湘南なでしこからまあ副賞100円だけ3着くるんじゃないかという期待で、馬連ワイドともに100円ずつで4、7、9、10を、買います。600円ですから計1200円ということで2000円という、形にします。
はい、一応あの G1 の時は金額もあの書いてそれを買う予定ということです。でおじさんに、伝えるのはとりあえずこの2000黒三角の3頭ですね。どうしてもテームサウスダンっていうのは来ない可能性が高いと思っていて、ただこれ非常にあの数値的には期待できるので私はワイドでは買いますけどね、一応3頭というのであるならば7番4番9番ということになりますということですね。はい、まあフェブラリーステックス体験の自信はあまりありませんというか何かなっていうようなちょっとまあのしこりがあるって感じですね。で、片方の小倉大商店ですけれども、こちらの方が割と、決まってしまいました。まあ、昨日の阪神牝馬もそうでしたよね。割と決まった方が結局あっさり来るんですよね。ダイヤモンド微妙だったしって言ってフェブラリーどうでしょうかね。はい。なぜかって言ったら、これ小倉大商店に関しては、はい。まずですね、20丸としてもう3位です、これは。もう、圧倒的に上位ですから、3位の6番、ヒンドタイムス、こちらですね、コンピ3位ですけれども、で、ハンデ戦ですけれども、1800メートルがむしろ良いんじゃないかなと思ったので、これを20丸にします。で、丸候補が2頭いるんですね。これ2番と12番。ですから、これはちょっと今、あえて書きません。黒三角、これも1番、当番います。で、当番の、フェルコメンの方を9位ですが、こっち黒三角にします。今までダダダが来てる相手がやっぱり強いので、3着以内これ狙えるなと思っています。で、カテドラルが×です。ちょっとですね、小倉校舎なんで、切ることはできないんですけども、どうだろうな、ちょっと前走がなっていうのはありますから、まあ、×ということにします。はい、よろしいですか？これ、単幅、まあ、6番ヒンドタイムス買いますよね。で、フォルコメンも、まあ、100円コースで、まあ、買うかなと。で、ワイドに関して言えば、1、2、6、10、12です。ここの、下の評価のところで、20丸、丸黒三角にしている5頭でも、これでいいんじゃないですか。これ結構すんなり決まったので、まあ、少なくともコケはないと思うんですよね。で、10倍以上ちゃんと取れるようになるかという問題です。まあ、3つ、これトリプルでいけば、もちろん問題ないということです。まあこっちの方がすんなりいってフェブラリーがかなり迷ってなのでこっちはちょっと当ててほしいかなということです。はい、そして今日は勝負レースに値するレースがかなり多いので分けます。はい、ワシズコタくんです。まずですね、土曜日、昨日ですね、雷鳴ウィザード買ったんですが、ちょっと7着で残念でしたけれども、人気よりこういう見てください、上に持ってきてるでしょ、入着するんですよちゃんと。はい、でなんと日曜日、これやばいですよね、かなり人気の馬乗ってるじゃありませんかと。で調べてみたら、前走私が買って勝った馬、2着に来ている馬なんていうので、はい、応援馬券コーナーということで、はい、コタくんが良績を残した2頭が早速再登場、同じ日に出てるので、はい、チェックしました。まず小倉1レースです。自信度 E にします。ですね、星マークで、10番の BB グラーですということです。はい、コタくん、私が、目つけて初めてのコンピ1位です。はい、コタくん応援馬券ですけれども、持ち時計も2位です。で持ち時計破格 の1位の馬はもう雪の不良のままで、これ参考外ですから実質1位だと思っています。はい、単幅10番買って、ワイド5番10番12番16番ということです。それから小倉のトーレスですね、これも自信度 F にしましたけれども、デルマシルフという馬、これはですね買ったんですよね、これね。はい、コタくん応援馬券ですからあれですけれども、ここもちょっとあり得るんじゃないかなと思います。ちなみにコンピは6位でしたですけれども、かなり人気が今あるようです。単幅9番買います、応援馬券です。でワイドが2、9、11にします。そして今週の裏メインということで、まあ、阪神11レースもこれも一応オープンですから、まあ、これも予想をしてみました。阪神11レースこれ自信度 E にしました。はい、ヤマトステークスですけれども、これ20丸は2番の K.I. ドリーという馬です。まあ、阪神は1位2位を狙うということで、これ1位にしておりますけれども、前走と同コースで、はい、1枠2番一緒なんです。つまりですね、普通に回れば勝てるでしょ、同じ条件なんだからと思っています。はい、
で、黒三角で5番でイバルという馬です。5位なんですけれども、初ブリンカーです。ちょっと臭いような気がしてて、前々に行くっていうことを覚えれば、残っちゃうんじゃないかなという期待もありますので、はい、単服は2番は普通に買えますけれども、5番もちょっと100円コースでちょっと買うのはありかなと。で、ワイドは2、3、5、13の、4と6点にします。まあ一応ですね、まあ、ここは来てほしいですね、これ。本当に。フェブラリーの方がわし、本当自信ないので、ここはちょっと、まあ、ちょっと当てて、まあ、景気よくしたいっていうのはありますよね。はい。まあ、一応ここも勝負レースの中になりますけれども、それ以外の勝負レースもまだ4つあります。だからちょっと日曜日、だから、土曜日あんまり勝負しないで、日曜日勝負してくださいねっていうのは、こういうことなんですね。はい。いきますよ。はい。東京6レース。はい。11番の西野来航。これ20丸です。で、コンピ2位ですね。で、東京マイルの持ち時計が1位です。前走オープンもよく中心ということにしました。で、単服11番で、まあ、これ普通に買えます。で、ワイドが2、4、7、11。この4頭はオープンの、もしくは重賞の経験馬ですから、格が上だと思っています。はい。コンピ2位から5位でしたね。1位の馬ではないんですけれども、この4頭が多分来ると思います。少なくても2頭は来てワイドは取れるはずですから、まあ、取り紙になるかもしれませんが、まあ、これに行きたいと思います。続きまして東京7レース。これも自信度いいです。黒三角ですけれども3番のエスコバルです。5位とはいえですね、前走は不良馬場だったんですね。5着なんですけどね。モレイラ効果で来るんじゃないか。モレイラも、まあ、これちょっとでも人気が先行しているような気がするんですけれども、これに関して言えば人気より上に持ってくるんじゃないかという期待を持ってですね、はい、買います。ただし、黒三角ですから、まあ、無理な買い方はしないでください。はい、こちらに関しては。はい。ワイドは3番、4番、当番、11番。この4頭ですね。はい、ボックスでいきたいと。で、続きましては、まあ、これ最終になりますけれども、阪神です。まずはですね、自信度 D にしました。20丸の、11番、トゥードジボンです。1位です。前走で問題ないのを確認しておりますから、まあ、一騎打ちですね、これ10と11。ただ、こちらが20丸としました。まあですね、横乗りさんたまにポツンとかわけわかんないこととしてこける可能性ありますから、はい、単服こちらにします。11番普通に買ってください。で、ワイドはもう10、11です。1点のつもりですが、まあ、おじさんが穴で何か言って、これって言ったやつを足すというのはありです。まあ、どうしても意見合わなければもう10、11だけで良くないですか。あるいは3連複で10、11から何か買うっていうのもまああるかもしれないですよねという考えですね。はい。で、東京最終も、自信度いいですけれども8番のローベロ。これも1位です。普通に考えたらこの馬だと思いますけれども、なぜか今 U1 人気で、4番の馬が一番人気になっています。まあ、これで来たらなんかやっぱりね、ストーリーみたいな感じですけれども、まあ私は現実味を、帯びた8番を買いますと。はい。ワイドはただ4、8、13にします。おじさんが何か穴馬って言えば、それもありかと思います。ということです。さあ、フェブラリーです。答え合わせは月曜日以降しますけれども、どうだろうな。まあちょっと当たるかな。ワイドだけかもしれません。